わあ。皆さんこんにちは。プログレッシブサイエンスニュースのお時間です。中の人が喋らないタイプのフリー素材の VTuber、ナンバーセブンこと、ナナが電子の海からお送りいたします。このチャンネルでは日々進歩する科学の最新情報、ニュース番組のようにスタイリッシュに、そしてわかりやすくお伝えします。本日のニュースはこちら。バタフライ効果の制御で人類はついに神の領域へ。カオスの予測限界の壁を超える相対性原理、爆誕。理化学研究所、計算科学研究センターの研究チームは、カオス理論におけるバタフライ効果により、現実事象の高精度な予測が困難であるという事実について、これにより事象は予測困難に陥る反面、効率的に制御できる方法があるということでもある背理的結論の帰結を逆手に取り、同研究チームがこれまで行ってきた気象観測データと理論的シミュレーションの同期化実験の結果を数理的に厳密に定式化した上で、これに合わせ十分な介入を行うことで気象のようなカオス事象の結果を任意に制御することができるという、世界初となる厳密な理論的根拠を持った現実事象のカオス制御理論、相対性原理を提唱しました。今回もなんかちょっと難しい感じがしますが、なんだか中二心をくすぐられる用語のオンパレードですね。まあ導入についてはわざとそう書いているのですが、別に間違ったことは書いていません。ということで、なるべくわかりやすくかつ中二的言い回しを崩さないように解説していきますね。理化学研究所の研究者の人はこんなことを考えました。まあ気象予測くっそむずい。大体の地球大気の流れと気圧配置と過去のデータからある程度の予測はできるが、どこでどう台風が発生してどんな強さで具体的にどういう進路をとっていくかとか、そんなレベルで予測するのは無理ゲーや。数学的に考えると、そもそもカオス理論的にバタフライ効果があるからな。予測可能性として、ブラジルの一匹の蝶の羽ばたきがテキサスの竜巻の原因になるとか、そんなことまで誤差修正として考えなあかんとか無理、絶対無理。そしたらブラジルのおっさんがへこいたりしたらどうなるっちゅうねん。世界中でカバディとかしとったら何がどうなってまうねん。とは言うても、結局のところ大規模な事象中のある程度は収束するんよな。いや、ないと天気予報なんか全くできんしな。ちょっと待てよ。数理的にある程度は気象予測はできる。いやが誤差を修正しきれんのはカオス理論の通り。そしてカオス理論では、ほんの小さな雪動が大規模な事象に関与する。ということはや、現実的なレベルの人為的介入で効率的に気象を操作することも夢やないんやないか。お、シミュレーション上やけどやっぱできたわ。しかも台風みたいな極端気象まで現実的な範囲でいけるぞこれ。これは理論上現実世界でも応用可能や。カオスの予測不能性と制御可能性は相対の関係になっとる。相対性原理と名付けて研究続けてくれ。現実で起きる事象というのは、量子力学的な領域を別とすれば、原因がありその後に結果があります。こういうことを決定論的であるといい、例えば物理の古典力学では同じ原因は同じ結果を生み、同様に近似した原因は近似した結果となり、物理現象はこの決定論的関係を基本的には満たしています。しかし現実の事象というのは、それが大規模だったり複雑なシステムであるほど、膨大で多岐にわたり細分化できる要素が複雑に絡み合うことになるので、それを計算し尽くすということは実際問題として不可能であり、ある大規模事象の完璧な予知やそれの未来の動向というのは予測不能となります。このことをカオスといい、これを扱う学術体系をカオス理論、またはカオス力学といいます。また例えばあるカオスのシステムを単純化してベクトルで考えた時、ある小さな雪動が合成されて増幅される形となることで、最終的な結果に大きく影響するということも十分にありえます。これは蝶の羽ばたきがハリケーンの原因になるといったような有名な例え話から取り、バタフライ効果と呼ばれます。これらのことから、例えば気象や株式市場や天体活動など現実においての事象の完璧な予測は理論的にそもそも不可能であると周知されていますが、あらゆる事象にはべき常則、
簡単に言うと極端なことほど起こりにくいという法則性があるため、各学問分野においてはある程度の範囲を確率的に予測するという手法が用いられてきました。しかし特に工学的な分野においては、安定した周期的挙動から逸脱した挙動が発生することはシステムの致命的欠陥につながり、カオスという特性は非常に厄介なものとなるため、そこに別装置の挙動を介入させてフィードバック制御を行うことにより、ある種意図的に本来の挙動を狂わせて好ましい挙動周期に揃えてしまおうといったカオス制御の概念が登場しました。しかしこれはあくまで人工的なシステムという狭い範囲に限定されたカオス制御であり、気象現象などといった自然の大規模なカオスの制御に直接応用できるものではありませんでした。そこで今回の研究チームは気象学の観測システムシミュレーション実験を応用し、カオス理論の数理モデルを組み込み、カオス制御問題に応用したシステム制御システムシミュレーション実験という概念を新たに提唱し、これまでに研究を進めていました。その中でハリケーンなどの極端現象をカオス制御により効率的に回避するなどといった、それまで夢物語だったようなことがシミュレーション上ではありながらも実証され、この度この枠組みを数理モデルとして定式化することに成功しました。前述したようにカオス理論のバタフライ効果により、小さな節動が極端事象に大きく影響するということは、裏を返せば小さな仕事でその極端事象を回避することも可能ということになります。問題は何をどうすればそれができるのか全くわからないということですが、今回のこの定式化により実観測を駆使すればわかるようになるという筋道が切り開かれたのです。極端に言えば、例えば蝶の羽ばたきかおっさんのヘが原因かどうかは不明ながらも、強い台風が発生していてそれが日本に迫るリスクが懸念されているとき、理論的に導かれた地球上の座標でカバディ大会とかを開催すれば、その台風の進路を無害な座標へ向かわせたり勢力を弱めたりということができるということですね。まあこれは冗談としてもあまりにも荒唐無稽な話のようにも感じますが、ラニーニャ及びエルニーニョ現象を応用して大量の海水温を人力で温めたり、中心に核爆弾を投下してハリケーンを消滅させるといったような話とは違い、比べ物にならないほど理論的裏付けがしっかりしており、実現可能性について学術的に議論する価値が十分にある研究分野となります。そこで今回研究チームはカオスの予測不能性と制御可能性の相対の関係から、これに相対性原理と名付け、非常に真面目な研究テーマであることを提唱により発表しました。これは自由自在とまではいかないにしても、ある程度任意に気象を操作するということ、人類科学はそう遠くない未来に実現させる可能性が出てきたということですね。数百年前までは神の御業とされ、近年においてもいかんともしがたい大自然の気まぐれだった領域に人類はついに到達しようとしています。そしてこれは大気関連の気象にとどまらず、地震や経済、物理学や天文学への応用も十分に考えられます。これは今後非常に注目度の高い研究になりますね。お金をたくさん持ってる人は投資を、お金のない私たちは今のうちにカバディの練習をしておきましょう。なお、極端事象を現実的な手法で効率よく回避できるということは、逆に言えば核兵器を超える効率的な大量破壊兵器としても使えるということになりますが、そんなことを言っていてもしょうがないので、あまり先走って騒がないようにしましょう。一度見つけてしまった果実は、その存在を隠してもいつか誰かが見つけます。見つけてしまった時の最善の選択は、それを手に取りよく知ることで安全に食べれる方法と仕組みを誰よりも早く考え実践することです。今回の研究論文はシュプリンガーネイチャー誌においてオープンアクセスとなっています。誰でも閲覧できますので、興味のある方はぜひご覧になってみてください。それでは今回はこれでお別れです。気に入りましたらまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。オツグレッシブ。